皆様こんばんは。ザ・ナンバーワン歴戦のファンドマネージャーから学ぶニューノーマルを勝ち抜く仕事術をご視聴いただき誠にありがとうございます。コロナ禍でニューノーマルと呼ばれる新しいワークスタイルの変化が加速しております。そうした中でご自身のスキルや仕事観について改めて見直し、ナンバーワンを目指していきたいと考えているビジネスパーソンの方も多いのではないでしょうか。本番組ではファンドマネージャーとして激動の金融市場を勝ち抜いてきたピクテ投信投資顧問のストラテジスト糸島貴俊氏から、このニューノーマルの時代を勝ち抜いていくためのファンドマネージャー流の仕事術について伺っていきたいと思います。なお本番組は SBI 証券とピクテ投信投資顧問の共同制作にてお送りしております。申し遅れましたが、私本日司会進行を務めさせていただきますSBI 証券の田村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして前回に引き続きまして、同じく MC を務めさせていただきます SBI 証券の中岡です。よろしくお願いいたします。前回に引き続き金融のプロフェッショナルとしてお話をお伺いしてまいりますのは、ピクテ投信投資顧問ストラテジスト糸島貴俊さんです。よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。では本日のテーマをご紹介させていただきます。はい、本日は大きく分けて3つお話をお伺いしてまいりたいと思っております。まず1つ目、 AI 時代におけるアルゴリズムの罠とは。2つ目、常識の裏を書く情報収集とは。そして3つ目、情報分析に必要なのは人間力。この3つについてお話をお伺いしてまいります。はい、ありがとうございます。まずは AI 時代におけるアルゴリズムの罠とはということですが、ちょっと物騒な感じのタイトルですね。アルゴリズムって何かってご存知ですか？ちょっとパッと出てこないですよね。ややこしいんですけども、要はですね、こうデジタルで情報収集するときっていうときに気をつけなきゃいけないことがあるんですよ。で、簡単になんか、某 Google とかね、はい、某ヤフーとか、それ以外って何かあるんですかね。その2つが多いと思いますけども、ね、それで検索する場合にただでしょ。ただです。昔だったらなんかね、辞書だったり百科事典だったりっていうね、昭和の人って何か調べるのってそうなんですけど、これただっていうのってなんかおかしくないですか。お金って払ったことあります、そういう調べることで。いや、お金は払ったことはないですね。で、これ自体が皆さん気づかずに情報を、ちょっと語弊がありますけど、取られてるんですよ。自分の情報を取られてる、もしくは自分の情報を、出してる、オープンにしてる、といってみてただではないんですよ。自分の、例えば行動だったり考えてることだったりを出して、それを、例えば某 Google とか某 Yahoo とかはこれ分析してるんですね。そして彼らは広告に使ってるんですよ。広告に。で、その広告に使われてるかっていうことでいくと、例えばどうでしょう、自分でこう検索とかした場合にそういう経験とか、女性だから多分いろいろ検索すると思うんですけど、いかがですかね。はい、もちろんあります。プライベートで調べると、ファッションだったり、旅行だったり、食べ物だったりをよく調べるので、なんかファッションのサイトがすごく毎回出てきたりとか、あとはお仕事の関係で調べたりももちろんするので、そうするとやっぱり私だと投資信託の広告とか、あとはちょっと自分の勤めている会社 の、広告がどんどん出てきて、自分の会社にものすごく追われている感じがしますね。あとはちょっとその広告の話をすると、私ちょっとこれ最近知ったことで驚いたんですけど、若い世代の方、10代とか20代の人たちって、その検索エンジンじゃない方法で、 Google とか Yahoo とかではなくて、ない方法でなんかものを調べるらしいんですよ。なんだと思って聞いたらですね、YouTube とか C チャンネル、とか、TikTok もそうですね、なんか動いてる、もので、なんかこう自分の知りたいことをこう情報を得ようとするらしいんですけど、私もその動画サイトは見ないわけじゃないんですけど、ああいうものの方がすごく広告が多いような印象があってですね、なるべくこう広告を見ないような形で使いたいなと思ってるんですけど、でもそういうなんか
検索のツールってやっぱり使わないわけにはいかないなと思うんですけど。そうですね、はい、で多分そこってまずね、あの、これシニアの方とかね聞かれてる方もいると思うんですけど、はい、例えばこれ動画で検索するってでも分かりやすいんですよ多分、うん、声があって、はい、絵があったりとかね、多分視覚的に入ってくるので理解しやすい、多分時間短く聞けるかも分からないので、うん、それは多分頭いいですよね、はい、多分その柔軟さっていると思うんで、うん、まあ、Google や F じゃなくて動画検索も面白いし、うん、TikTok の数十秒かもしれませんし、うん、面白いと思います、うん、でもその中では結局ですね、自分がこう検索していくと興味のあるものはどん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 検索して、それに関わるものの広告が来ると、でどんどんハマっていくんですよ、このアリジョークのようにオタクになるんです、めちゃくちゃ。そのことがすごく分かる。でもそれ以外横広がらないんですよね、うん、はい、そういった意味でそれに興味がある人になってしまうんで、うん、そこから抜け出さなきゃいけないっていうこと、うん、そういった意味でやっぱ広告にこう揺り動かされてるんで、うん、デジタルだとどうしても狭まってしまう、うん、はい、だからそれ以外とアナログっていうのが両方大切だなと私は思ってるんですけども、はい、どうですか。確かにそうしたニュースって結構出てますよね、はい、でも結構なんか私も SNS とかで時々流行ってるのが性格診断とか、性格診断のアプリ、はい、アプリみたいなあるんですけれども、はい、やっぱりそういうのも情報取られてたりするんですよね。はい、取られてるんでしょうね。あの多分性格診断すること自体に自分の性格に悩んでるっていうことかもしれないし、まあ、いろいろなんか何とか占いってそうじゃないですか、うん、それに対して、はい、ただそれに関連する多分広告が来たり、うん、性格を多分、によってか関わる広告が来たりっていうんで、多分その後どういう広告が来たっていうのが面白いかもわかんないですけど、なんかすごい身に覚えがありますね。ちょっとあんまり今ここでは言いたくない感じ。言わなくていいですか。そうですか、まあ、今あのお二人からもありましたけど、また結局ね、やっぱそういったところから情報を取られてるっていうか、はい、興味があったら多分それを AI とかが見て、はい、アルゴリズムで結局こういうの興味あるでしょ、うん、これ買いませんか、こういうサービスどうですかって来て、さらに行くってことはもうそれでイエスって言ったわけですよ。もう一気にこう獲物に、うん、そうですね、獲物なわけですよ。興味があるかな、どうですか、あるって言ったらもう来ますよね、はい、でガンガン来てしまうんで、そうすると多分他の広告が入ってこないとか、ついつい時間って限られてるでしょ、でそこにね狭まっちゃうんで、だからデジタルの罠から離れなきゃいけない、はい、っていうことだと思うん で、 でそれで、じゃあどうするかっていうと、多分デジタルだけやってる特に若い方とか、まあ、僕ら世代でも多分ね、もう新聞読まないって人もやっぱいるんで、電子版しかない、少なくとも電子版、ね、自分でキーワード検索して、はい、自分の興味あるとこしか読まない、はい、こうやってねもう同じなんですよ結局、うん、結構信頼のある情報かもしれないけども、うん、やっぱり狭まっちゃってる、はい、っていう意味でいくと、やっぱりアナログ情報っているんですよ、うん、だから今日お聞きになられてる方、見られてる方で、うん、俺デジタルだけだよ、私デジタルだけだよって方は、ぜひ、ね、アナログもね、うん、こう、まあ、1割か2割か、まあ、最大4割5割ぐらいまで入れてみればいいし、はい、まあ、多分シニアの方とかね、うん、まあ、本大好きとかね、うん、いう方は多分、うん、デジタルなんかいらないよみたいないうのもあるんだけども、あえてそういうふうにそこに入ってみて情報を取ることによって、多分時間をものすごく短縮できるんですよ、はい、昔どこに何があるか分からない、国会図書館に行って調べるみたいなね、なんか効率良かったり悪かったりするじゃないですか、はい、だからそうすると時間も短縮できて深くいけるから、ここはねバランスよく、僕はね五分五分、フィフティフィフティかなと思ってます、はい、そうですね、やっぱりデジタルだけだとさっきおっしゃっていたように、こう自分の興味のあるものが狭まってきて、なんかそういう人間にこうちっちゃいなんか殻に閉じこもってしまうような、なんか印象もありますね、はい。